お疲れ様です。今日はですね、こちらディガー呪いデッキやっていきます。さあ、ディガーっぽいではなくね、今日はねディガーかけるゴブリンの呪い、まあ珍しい構成かなと思うんですが、今日こちらやっていきます。で、まあこのデッキはね、世界最強と、呼ばれるモハメドライトが彼が使って世界上位まで行ってましたんで、まあどうなんだろうすごいデッキなんですけど、はい、やっていきます。で、まあ呪いはね、持ってない方はここのゲームモードのゴブリンクイーンの旅っすね。はい、こっからなんかトロフィー1000ぐらいか行くと、はい、入手できますんで、ちょっと手に入れたいよって方はね、ゴブリンクイーンもやってみてください。ってわけでいきますか。で、まあ呪いの性能としてはバフ効果を与えますね。はい、まあ、レイジみたいな感じの呪文で 1.3 倍円の中にいるユニットにはダメージ与えるっていう能力なので、まあ呪いかけてる間に積極的に高火力のユニット当てたりして、まあ進化ザップとかも当ててっていう感じかな、主には。かつ、まあ倒した相手をねゴブリンにするっていう特性もあるので、そこはおもろいかなと。よいしょ。まあでも守れんのかいや頑張って守って、そうね、頑張って守って、まあ、ディガープラス呪いプラスザップで、なんか削りはすごいちまちまっすね。ちま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 削っていきますか。まあ、今回ってドリルか。うっとやめてほしいな、ワンチャン。もっと嫌なのが来たけど。まあ、耐えますか俺はなんか一発ドカンっていうダメージを与えることはね結構むずそうだな。ちまちまいきましょうか。これウォールブレイカー釣りもあるっすね。高すぎる、あちゃくい。いや、相手の呪文が、これやだめか。やだな。まあ、こういう許容なんてものも。いや、これさ、ちょっと待って、削りがさ、どうすんだ。いや、でも、嬉しいことに、今回相手の呪文がやだめなんで、まあ、お互いそんな大した削りがないよっていう部分ではいい話かもしれない。なんか微妙だな。なんだこのデッキ、嘘だろ。いや、アロフキャにさ呪いザップを打っちゃったりも強いよね。これ縦線、あ、ついこれ、これやばいやばすぎる。え、あ、ちょっともう一回、うわ惜しいっていうデッキをね、正直。え、またこれさゴブリン、え、何年だなりそうで何年だな。おい、来た縦線にだけ異常に強いぞ。だからまあ縦線ゴブリン、ほんとスケとかガゴとかそういうのがさあタワー付近に来た時に、まあ、呪いザップで削りましょうデッキか。いや、でもこれでしか削れねえのちょっと大変だな。いや、でも決まったな。いや、これバレたらね近くに出してくれないと思うんで、あれで一発で決めんの大事ね。あんな綺麗に決まるもんなんか。でも進化ザップを回しまくんのがいいな。いや、でも呪いを
防衛で使わなきゃきつい気も。熱っ。わざとね、停滞させてね。うわあ、ザップがあれば今。ザップあったらすげえダメージ入ったのに。さっき使ったからか。いや、バレはしたけど、今回の相手はジャイスケラっぽいな。いや、ちげえな。ジャイバルーンか。ガゴムレもいるかもね。どうなの？コウモリスケスケブって何？いや、呪いザップちょっと強そうだな。しかもこれさ、バフ効果あるやん。ダメージの。で、ジャイを溶かすのも早い。なんか相手苦しそうじゃない？フリーズとかあんの？スケブ？いや、いいね。いやー、めっちゃいい。なんか相性良さそうというか、呪いがぶっ刺さってんな、今回の相手に。進化ザップもある。呪いもしかして良かったりすんのかな。たまたま。いや、まあバルーンの防衛がむずいね。先にこれテストラとか出すと。まあ温存もありか。やべ、いらねえザップみたいな。耐えて。おい、お、ゴブリン勝てんのかそれは。お、おい、勝っていく。まさかのね。着衣出したらまずいかな。お、おいしい。なんかルート強制入ってね。いや、いい。なんなら右が折れて左も。これ呪いがそう。別にタワーに入れなくたっていいもんな。で、ゴブリンになったところを、え、ちょっとだけ呪いおもろいんだけど。24。まあまあ、でもこういう本当に小物が多い相手には刺さるね。逆に小物いなかった時にちょっと腐るよな。まあでも 1.3 倍かな、ダメージ入るんで。まあ本当困った時の防衛にはギリ使える。ギリね。最近マジいないかな、呪い強すぎて下放されて減っちゃったっすね。トマト将軍よろしく。まあ、とりま進化ザップゲーね。進化ザップがやっぱ強いんですよ。明らかにニコスで手札回しできるのがね、便利すぎる。うわぁ、呪い。縦線ザップがね。まあまあ。で、バルキリーも進化させたいんで、積極的に。うわ、出た。最近流行りの、その、ペッカ縦線。ペッカ対決を勝つデッキですね。はい。ペッカ縦線は嫌だよね。で、ワンチャンボイドか。てかまあ、ツーチャン。スリーチャンぐらいボイドなんで。おい、怖っ。マジギリギリの耐え。スキル間に合わねえか。まあまあ。さあ、ペッカラムか。怖いな。ボイドザップ。でも今、呪いがあったおかげで止まったみたいなとこは。ギリね。いや、ペッカ勝てえかんな。呪いねえとマジ消すんでねえよな、これ。相手の縦線をちょっと餌にしたいな。早いなぁ、ケツペッカ。よいしょ。ボイドね、あちゃくえ、マジいかれるしなぁ。呪いザップボイドで、ん？呪いザップあちゃくいで頑張るか。
回復すんのマジグロい。いやペッカ強すぎん？そのさ、いやゴーストも立つ千万のか。ゴブリン、うん、うん、いや惜しい。慣れそうだったけどな。まあそれはそうなるよな。縦線さ、これディガー2個ねえかな。マジチマチマしてるんですけど。その仕方ないっすよね、これこういうデッキなんで本当に大変。え、ちょっと強ない？絶望が来てる。このペッカがさ本当に強すぎるんだよな。え、マジよく耐えてるこれ。だこのデッキ大変すぎないか。え、守れるんやっていうこの弱すぎ。てかピッカーお前体力硬すぎだろ。どうなってんや、呪いのおかげ。ワンちゃん、いや来ねえか。いや結構絶望だったけどね。まあ、進化バルキリー、進化ザップアイスピか。まあ、やや守りがね、多めではあるっすけど、他のデッキよりは明らかに、削りが、削りがヘッポコすぎて、もう完全に守って、さっきみたいなね、その、微妙なダメージ差で勝つしかないっていう、この、マジで微妙すぎたか。いや、正解な気がする。だって削れないもんな。いやーめんどくさいな。でも呪いちょっと強そう。削れないんで正解だとは思うっす。今ぐらいのちまちま具合がね。いやダークネちょっと熱いか。じゃあイスキャラやね。いやーマスキャラいろんな防衛方法あるなこれ。いやー邪魔だなあいつ。なんかもっといいパターンもありそうだったな。結構入ってくれよこれ。よしよし。
よし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 、いいね。呪いが頑張ってんだよな。ちょ、ボンバーだけね。まあ早めにジャイを溶かしちゃってもいいし、なんだっていいか。いやー、まあまあボンバー先行、熱いね。ガゴも早く切ってほしいな。え、てかこれダクネさ、進化バルキリーの餌じゃね。早くゴブリンならん。ゴブリンになるまで遅っ。いや呪いが、あーでもアイテリング進化ザップ使わした。いやー悩ましい。進化ボンバーですこれ、絶望の。やばすぎ。いや呪いが、呪い、え待って間に合わねえかな。なんか微妙だった。めっちゃ噛み合えばさ、ダクネのコウモリも、いやこれ上だったかな、オロエクソンよ、ジャイをさ呪いでさ早めに溶かして、そんで下のスケラはまあ後からザップで防衛とかだったかな。うわなんか難しかったな今の。悩むんだな。呪いね、こいつで全てが変わる。ボイド、いやこれ結構コスト使ったんだよな。もう一回消えれねえかな俺。ペッカで柳雨だった、まずい、まさかの。なんかいろんな方あるなペッカ、あれ。あれ。あれ、いやなーめゴーストユーノボイド一番デフォなやつかな。うん、縦線とかねマジでいてくれるだけで、この呪いのさ夢があんだよな。ペッカー相手にだけマジで。どうすればまあ防衛でね、防衛の呪いで頑張るしかない。まあいっか、これどうする。攻めが微妙すぎる。うまい、あー安直に残りは強かったな。さあ守ります。耐えの時間です。問題はね削りがね大変なんだよな。これさ進化ザップ余るし、守れはするが削りがさ本当に鬼の難易度してる。
ボイド強いし、なんか最後にさ一発逆転呪いドリームねえかな。おい削れねえじゃねえかこのデッキ、呪いも刺さんねえし最悪やんこれね。マジむずすぎねモハメドライトもこれきちいだろ。ほんま呪い打つんかなおおもろくはあるんだけどな、微妙だなねえ、もうボイドヤナメでさだいぶローになるもん。ペッカ勝てし、フフ硬すぎん。いや呪いが重要なのはわかるのに刺さんなすぎて話になんなかったなマジでどうやって削んねん。橋間近いとかもさちょっと強そうだけどボイドが強すぎてな、難しいね。呪いが刺さってくれりゃ刺さんなすぎる。ゴーストね、いやーマジで縦線いてほしいな。ペッカー最悪、ペッカーなのはいいが、おお、めっちゃ刺さりそう刺さりそうすぎるやつ来た。いけ、なんかやばいん一応お、すげえ今日好きじゃない、スケキンのさソウルコールのスケがゴブリンになったらね、あれなんだね、体力ローなんだ。おお、なるほど。スケキン工場、スケキン工場、ゴースト、ペッカなんかな。いやもうスケブがさわかんなすぎる。何これインドラ。まあメガナイトもあるしペッカもあるか。まあ一応呪いが今回はスケブにね刺さりそうではあるそこだけ。枯渇デッキとか引けたらマジ嬉しいな。このデッキ引けねえけど、まあ、バルキリでいいか。まずは進化を貯めて、え、ここにさスケブワンチャン咲くよな。これ咲かないかな。なんでやねんなんで今の流れでトルネがあんねん。トルネがあんのか、ようわからんな。何これ、メガナイトとかも来ない。いやこれも呪い打ってた方がいいのかな。すごいな。なんか相手のデッキさ、俺が言うのもあれだけどさ、なんかめっちゃ弱そうだな いや、いい、ゴブリンが1匹いるだけで話は変わってくれない。いや間に合わなかったか。いやでも一応ディガーは入ってはいるけど、諦めた
ほんの削れねえやつって熱っいやマジネチネチデッキだな。本当に5分間、まあ、完璧なプレイをして勝てるかどうかみたいな、ね、世界最強だからこそ使えそうなデッキではある。モハメドライトが考えたすげえデッキだなこれ。まあペッカじゃなけりゃ幸せではあるっすね。ゴースト、まあ、ブラスターなんで。いやーペッカくせー、多すぎるよな環境。やべ、いやちょっと入る、入らんか。さあ LSP 型なんで、まあこれもまた環境のほんと一番多いぐらいのやつっすねいやこれマジで削れないかんな、守れるかな。いやここのディガーで、いやケツペッカ来るよな普通は。来ない、一旦耐えるか絶望の5分間が始まる。マジきついよなこれ。ペッカが単純に止まんねえ、回復するし。これ呪い打っとけよかったな絶対に。もったいないな。なんか呪いなんかさ普段使わんやん当たり前に、弱いし使わなさすぎてさ。いや今のもってえねえ、呪い打っときゃ突破できただろうないやマジ守るか、おとなしく。いやー守れるかな、ボイドが強すぎる。嘘やん、やばい、変な直すぎる。まあまあまあまた始まったよこれ。いやーマジで、ボイドが、まあ着衣に相手多分ボイド打ちたいんで、結構テスラは熱い。このバルキリマジ呪いさなんでこんなにいらねえんだ。いやブラスター強いし、いやまあテスラ置いて、いやマジ止まんねえなこれ。やばい、待ってやばい、やばい、もう嘘やー俺の5分間終わったやんいやこれさ無理じゃんっていう。いやマジで惜しいな。ここをさ多分呪いディガー
みたいな、こうやってね、なんかあるんだろうな、パターンが。今みたいないいパターンがあって、多分それをできれば勝てんだろうね。はい、良さそうなすぎて。バフ来ねえかな、呪い下げすぎちゃったよね。刺さりゃマジでおもれんだけどな。いや、今回スケバレ相手プロフィールに貼ってたんで、小物系来ねえかな。暇呪い、まあディガーでいっか。スケかコウモリか持つ。これ間に合わねえのか、ザップ打たねえと。くそ、なれよ。え、穴はがきのエッジってさ、タワー届かんくね。おっしゃじゃん、あんた。おっしゃ迫撃だね。まあゆっくりいきますか。いや、今回の相手は迫撃で小物系多分多いし、呪いザップすげえ刺さりそう。こういうのを待ってた。めっちゃ刺さりそう。熱っ、え。やばっ。あっちくれ、もう一回消えて。ゴブリンが迎えに来てくれてんな。え、簡単やん。いや、これを待ってるだけやん、このデッキっていうね。やば、気持ちよすぎる。さあ、この相手のデッキに、しかも環境デッキなんで、一生これ引けりゃね、めっちゃ勝てそうな。ぶっ刺さり。ちなみにスケルトンドラゴンも、まあ、呪い からの進化ザップだったら溶かせます。はい、呪い進化ザップでゴブリンにできるんで、なんかまあそこもなんか不意打ち結構刺さりますよね。スケドラがいかれんのっていうね、ザップで。よいしょ。さあ、まあタワーにはね、呪いのバフ効果かかんないんで、まあ、意味ないんですけど。わ、今みたいな気持ちいいなね。呪い別にいないからこそ刺さるしな、気にしないだろうし、まああんまね。ペカ引いたら意味ないんですけどね。今みたいなの来い、もう一回。逆にペッカ以外にはラバーとかも結構呪いで早めに溶かして、パピーもゴブリンになってっていう刺さるんで、ほんとペッカ以外を引ければだいぶ安定しそうなデッキではあるんですけど、まあ環境ペッカが圧倒的に多いっていう話。タルババボーラー、まあスケラかバルーンか。1倍タイムでちょっと決めちゃいたいな、勢いで。これタルババ咲いてて範囲攻撃少なくないっていう。トレンデマリマス咲いて、ウィザードいたわ。え、優秀すぎる。こういうことよね、だから。やべ、ナイトにかかってねえ、やばい。まあまあ、今のナイトにかかって早めに溶かしてってできてたらまた話が変わってた気がするな。さあ、スケラかな。キング軌道なんてものも、え、天才やん、あんた。逆に、いや、でかい。これアチクに対してコストねんじゃね。ありました、こういうことよね、俺が見出した呪いからのアチェクイで、ゴブリンにして、あ、めっちゃいいで、アチェクイの竹を奪ってっていう。呪いからのアチェクイクローク見つけました、やっと。ここに来て、いや、でもこれまず勝てんのか、これこれでこのダメージよ、行くしかないっていうの。
いやまあ守りりゃ勝てるんでね、なんかもう高めの進化ないとまずい。え待って、バルーンよ、熱い、話が変わる、フリーズくんな。なんかすごい1いる、待って最悪、あんな隅っこにウィザードを折ることある？いやこれバルーンって分かったのはね、正直めっちゃでかいんですけど、めっちゃでかいけどきつい。やばい、やだ、守りゃいいんだねこれ。さすがにフリーズ来ないか、これ来たら美味しいしな。いやめっちゃいいフリーズやそれは。でこのボーラーに対してさ、このトルネが怖いんだよな俺は。フフ、チェック延命して今で進化ザップ回して、さあ絶望の防衛タイム。いや進化ありきで回るの早すぎてさ、いやバルキリー熱っ。いいねバルキリー頑張ってんな。なんかこういうさ、ちゃんと形を組んでくる相手とかにもちょっと強い。進化ザップが、まあバルーンは結構止まりやすいか、アイスピ進化ザップテスラいいね。いやちょっと楽しいぞこれ。まあなんか小物系めっちゃ行った時の方がゴブリンがね増えて夢はあっておもろいんですけど、意外と久々に使ったんでね呪い。さあというわけで削りがね超大変な呪いディガー削りね、いや刺さったらバカおもろかったんで、皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録、高評価もおっしゃった、おっしゃったね。